こんにちは、ミミです。モカです。今回は、イージス艦の船体とジャミング装置を作ってみました。何乗せた？武装は、防空システムと、主砲としてシウス 2M2 が乗ってます。迎撃ミサイル16発と主砲の弾薬400発です。対艦ミサイルはないの？今はないよ。雑魚いな。でも防御面はしっかりしてるから、ロータリーオートキャノンに滅多打ちにされても大体は大丈夫です。AP 弾と HE 弾を打ち込んでます。主砲は潰れてない？主砲と FCR はしょうがないって割り切ります。でも、VLS とエンジン、環境は無傷です。窓ガラス打ってるけど？あれは40だから AP 弾も貫通しないよ。損傷はこんな感じです。やっぱ主砲はダメですね。撃てなさそうだね。中は？中はこんな感じです。防空システムのレーダーとかジャミング用のアンテナは無傷ですね。環境も無傷でした。ここで全部の操作をするので、壊れると大変です。壁厚くね。大切なところには、装甲が入ってます。こんな感じで、かなり分厚い空間装甲です。装甲が厚くても浸水するので、排水ポンプもついてます。ちなみに、船内の配置も結構工夫してます。レーダー照準のミサイルとか大砲は、船の重心を狙います。逆に言えば、そういうミサイルとかは端っこに当たりにくいってことです。なので、重心付近には壊れても大丈夫な燃料タンクくらいしか、配置してないです。燃料は漏れないの？なぜか、このタイプのタンクは漏れないよ。でもミサイルは装甲とかじゃ防げなくね？そのために防空システムがついてます。10発のミサイルを迎撃中です。重いので 2.5 倍速の映像です。でもこれ、超音速ミサイル非対応じゃない？改良はいつかするよ。こんな感じで、対応可能なミサイルなら迎撃可能です。じゃあ、ジャミング装置って何？ジャミング装置は、相手の通信を妨害するよ。どうやってんのそれ？じゃあ、説明します。ストアの無線通信は、周波数を合わせてデータを送り合ってるよ。左から右の装置に、周波数10でデータを送ってます。123ってやつです。遅れてますね。真ん中のやつが、別の周波数を使っても大丈夫です。1でも違えば OK なんだ。そうだよ。周波数9では、111を送ってます。それでも周波数10では、しっかり通信できてます。左から右にデータが届いてます。じゃあ、同じ周波数にしたら邪魔できる？そういうこと。真ん中の周波数を10に変えると、データを111で上書きできます。でも、問題があります。相手の使ってる周波数がわからない上に、周波数は、2の32乗か、64乗通りあります。1秒で探せるのは頑張っても2000通り調べるのが限界です。全部調べてたら約25日かかります。もはや使用周波数自体がパスワードです。じゃどうすんの？2つの方法を使って探してます。1つ目は、総当たり攻撃です。1つずつパスワードを全部試す簡単なやり方です。こんな感じにたくさん試します。長くねこれ？そうだよ。長いパスワードには対応できないです。今回のジャマーでは、プラマイ9999の範囲を約 2.8 分で探してます。じゃあ2つ目は？2つ目は、辞書攻撃です。簡単に思いつくパスワードを試すやつです。弱いパスワードランキングの上位を狙い撃ちにします。これランダムなパスワードに対応できなくね？できないよ。でも、長くても弱いパスワードには対応できるよ。こんな風にね。ちなみにパスワードって8文字ですが、8文字のアルファベットの並べる通りは2088億通りくらいあります。しかも小文字だけです。総当たりじゃ厳しそう。無理だね。総当たりとか辞書攻撃で周波数を特定したら、データを流し込みます。ルアでルートマイナス1を計算するとなんていう出力ができます。数字じゃなくね。数学的には虚数になっちゃうけど、ルアじゃ表せないからこうなるよ。赤く塗ったインジケーターには何が入力されてます。針がなくなってない？そう、何が入れられるとバグるよ。これが致命的なのは、ピボットです。今は普通に動いてます。でも何を一回でも入力すると壊れます。ポチッ。止まったね。何が入力されてます。また数値を入れても、動きません。壊れました。じゃあ、仕組みを説明したので実演してみます。これらは、同じ色同士で通信してます。簡単な周波数はすぐ見つかったね。辞書攻撃で一瞬です。短いけど複雑な周波数は、ちょっと時間がかかります。でも3つ目は全然見つかりません。複雑で長い周波数だね。こういう周波数を見つけるのは至難の技です。というかガチャです。ってことで、攻撃します。攻撃モードをオンにすると、周波数を特定されたのだけ狂います。簡単な周波数を使うとジャミングされやすいです。ならジャミング対策はどうなってんの？ミサイルの誘導用の無線周波数は、ランダム化してます。座標によって、ランダムな周波数を作ってます。なので、移動すれば全然違う周波数が作られます。結構複雑な周波数だね。防空システムの電源を入れた座標を正確に知らない限り、周波数を特定するのは平均 4.2 時間程度かかります。なんか問題点ってある？初めて本格的に船を作ったから結構あるよ。まず、VLS の誘爆問題です。
C4 を前後に設置しました。装甲は厚いけど、誘爆したら一撃で撃沈します。じゃあ、爆弾積まなきゃいいじゃん。まあ、そうだよ。迎撃するとき、大体直撃で迎撃してるから、爆弾積んでも意味なさそうです。浸水早くね。排水システムが全然追いついてないです。一瞬で沈みます。武装が少ないこともきついです。現状、シウス 2M2 しか攻撃手段がありません。極めつけが、船体構造がクソです。動いてないと傾きます。何これ?転覆しかかってるよ。そして、デカすぎます。デカすぎて処理が重いです。さっきの迎撃シーンを 2.5 倍速にしたのは、処理が重くてスローモーションになってるからです。おっそ、よく飛んでるな。スローモーションでも、物理的な速度は変わってないよ。初めての船にいろいろ欲張りすぎたので、次は、武装を作ってからもっといいやつ作ろうと思います。じゃあ、いつものを表示しときます。ちなみに、今回の船はポンコツなので、限定公開です。ジャミング装置はいつも通り公開してます。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。高評価とか、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。